さあ、そろそろ大詰めかな。チャプター13、第13章、奪還。故郷クリスタル、かけがえのない人々、ノクティスから多くのものを奪ったアーデンは、この先、帝都グラレアで悠々と待ち構えている。アーデン曰く、この帝都グラレアに、プロンプトがいるということを言ってたんで、まあ、それも含めて、プロンプトを探し出そう。そろそろ帝都に着く頃か。ああ、どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかし、クリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが、夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還は、ルシスというより、世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？なんかモンスターの音のような、また緊急事態か？あ、前回、ゲンティアナがシバだったことが判明して、その時にファントムソードもなぜか手に入ってて、あれ？装備が外れてる。あ、変更できないんだ。さあ、何事だ？おっ！武器が出ないだと。武器召喚の力を封じられたようです。あーでん、逃げる。そりゃ装備も見れないもんだわ。非常事態だな。脱出を考えよう。どうやって？貨物車両にレガリアがある。急げよ。分かってる。貨物車両まだ先か。おい、急げ。そうだ、レガリアがあったんだ、ここに。大丈夫、来れる、ここまで。防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。まさか運転か。オッケー。進め。止まんな。わーってるよ。ぶつかんなよ。わーってるって。アクセル全開。今どこを走っている？隣か。線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。間に合うか。これ以上スピードが出ない設計なんだよな、レガリア。今イグニス運転できないし。あ、モンスターがいた。ビックスとウェッチはどこへ逃げたの？あ、今ゲートあった。線路ごとぶっ壊す気か。危ない。直撃はやめよ。危ない。元は陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。避けた先で当たるな、こりゃ。レガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、下げろよ。あ、危ない。炎上してる。上に時間がない。急げ、閉まるぞ。
ここまでか。十分。ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ、さあ帝都にやってきたぞ。車はお釈迦になっちゃったけど暗いな。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。先に進もう。あ、おい、イグリス、グラディオ、パーティーアウトしちゃった。一人になっちゃうかね。あ、そうだ、武器ないんだ。アーデンが喋ってる。だって通っている国際書は最終の性格も最低だな。死骸だよ。クソついてくんな。どうなってんだよ。あ、こっち、こっち行けない。まさか行けない。行けんのか。行けない。ダメだ。後ろ側も回れない。反対側、逃げろ逃げろ。丸腰状態だ。準備完了。クエストコンプリート。指輪はめた。リング魔法、指輪の力で使える魔法をリング魔法と言います。です、決殺魔法です。この魔法を当てることで HP の回復もできます。無敵か。オルタナ、オルタナ、あ、なんだろう。あ、消えた。これが指輪の力。せっかく前回ファントムソード手に入れたのに使えない。二人は無事か。あれが下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。
あれが要塞か。また来た。です。体力も回復しちゃうっていうね。この辺が入れないのか。電源タイプ、じゃあこっちは A か。あ、こっちも B か。これっぽいな。各所の装置を操作すると一部の装置の電源が起動します。扉やエレベーターの電源を起動しながら先へ進み、クリスタルがあるジグナタス要塞を目指しましょう。こっちには何かある？なんもない。目の前に見えてんのが要塞ね。あの上の方にあるのか。こっちも開くようになってる。他当たるか。ダメか。他当たるか。あ、ダメなのか。あ、ここか。おっと。です。グラディオとイグニスは丸腰だからやばいぞ。よし、開いた。あ、暗い。さっきの反対側に。あ、別の電源装置。どっか開いたな。こっち側にもなんか見えるな。お、です。体力もゲット。もう一丁です。これはもうラスボス余裕なのでは。デスをずっと使うことができればだけど。こっちのドアは、あ、開いてる。どっちも開いてる。こっちはドアが2つ。あ、休める。よし、休めそうだな。休んどる場合かってレベルだけど。ラジオがある。昨日からレスタルムは世界の人々の避難所になりました。デイブ、帝国の人もアコルドの人も誰が来てもいいんです。警護の要請はメルダ省教会にすぐ連絡を。ハンターを派遣します。無理はしないように。そしてレスタルムの人々にお願いします。避難してきた人を追い出したりしないでください。温かい気持ちで受け入れてください。レスタルムの明かりを分け合いましょう。デイブって、あの結構昔にドッグタグ集めを協力してあげた人だ。休んでみる。まあ何も起こらず。こっちはなんだ。なんか目的地からは外れてってるけど、先があるんだよな。あ、あ、オルタナってそういう意味か。使うか。オルタナ。おお。あ、まだいるじゃん。
MP が。MP が足りない。あ、ロックオンしてても MP 減ってくんだ。ちょっとこのまま引くか。引いた。あ、こっちの先行けないっぽいな。やっぱり先に向こう側から電源をスイッチつけていくべきだ。戻ろう。戻ってきて、こっちが空いてるからこっち行く。この上に電源装置がありそう。あった。動いたね。これでエレベーターまで行けるか。これでさっきの奥の方に行けるです。もう一体。ホーリー。ああー、なるほど。ロックオンボタン、あ、じゃないや、 L1 がホーリーなのか。よく見たら装備もちゃんと指当てなってるしね。さあ、さっきのとこ戻るか。ここの敵はさっき倒しちゃったし、こっち開けて、あとエレベーター 50m。しばらく武器使えないんか。ずいぶん静かだな。誰もいねえのか。しまった。これがエレベーター。あ、乗ってる。あ、待って、たくさん乗ってる。あ、これがホリーか。危ねえ。ああ、ちょっと多くてデスが使えない。ホリー使って短時間で倒す。MP が危ない。倒した。このまんましばらく上がっていくぞ。なんだよ、人いなさすぎ。ずいぶん無防備だね。友達見つけられるかな。ああ、でんめ。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。アイテム回収。しばらくはこのまま。気をつけて進んだ方がいいよ。隠れる。隠れるってなんだ。なんかいる。何もいないけど。あ、行った。マジで。そういうことか。いつものじゃねえな、こいつら。あ、
MP を回復するために隠れる場所か。ならもう先手で倒しちゃおう。ダメか。走るしかない。こりゃ大変だ。こいつはデスするにも時間がかかるか。超高い魔法しか使えないんだっけ。隠れたがバレてるよね。だよね。くっそ、距離を保て。あ、距離を保てない。オリーでちょっと体力削るか。MP がそろそろ切れる。倒した。ああ、武器使えないのか、これほどしんどいとは。MP 回復しよう。ノクト秘伝の技、しゃがむの技で MP が急速回復する。この謎の仕様。まだいるか。こっち行くか。あ、アイテムがある。もうなんもない。こっち側、こっちが順路。いないね。いないけどなんか音はするな。いや、あの窓兵にデスは通用しなさそうだからホーリーを。わあ、うわ、びっくりした。やっぱあいつらなんかおかしくねえか。そりゃおかしいさ。あ、また休める場所か。休んどる場合か。こっちはなんだ。あ、アイテム。ムクノイだ。こいつはどこ行ったんだ。ああ、おったで。運よくセキュリティカードゲットしたけど。あ、ちょっと待って、あいつを行かせたいな、どっかに。倒す気はねえのか。戻ってくるよな。と様子を伺おう。そのまま左、右の方に行ってくんないか。あ、行ったけど戻ってくるもんな。ホリーだ。こっちはレベル上げしたんだから MP は大丈夫じゃない。引いて。あれ？今完全に見えてたよね。バレなかったからよしとしよう。今のうちに行っちゃえ。よし。
なんだか順調に進めてるね。カードキー、こっちが開く。おや、まだ先があるな。ちょっとね、これ以上行くと時間がかかりそうなんで、今回ここまでにしよう。めっちゃね、いろんなとこからアーデンの声がするんだけど、まあね、遊ばれてるね、ノクトは見事に。この先も進んで、なんとか仲間とも合流して、上の階、次回目指していきます。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。